リンディータ・ハリミは、コソボ出身の歌手である。2009年、第6回トップフェストで優勝、また2016年には、第55回フェスティバリー・ケンゲスで優勝し、翌2017年のユーロビジョン・ソング・コンテスト2017にて、アルバニア代表を務める。ユーゴスラビアのビティ、ビティナに生まれる。アルバニア版アイドルシリーズの第3期に出場したが、決勝入りはできなかった。 2009年に第6回トップフェストでエンデリジオを大優勝を果たす。同年、ケンガマジケ2009では t ドゥ・アバーテッドは最優秀6曲。2010年のノタフェストでは最優秀パフォーマンスに選出される。2014年第53回フェスティバリーゲスには楽曲 ST. フルで出場して3位となる。2016年、 第55回フェスティバリーケンゲスに楽曲ボートで出場して優勝を果たし、これにより2017年5月にウクライナ・キエフで行われるユーロビジョン・ソング・コンテスト2017のアルバニア代表に選出された。ありがとうございます。